川隆久の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。亮子ちゃん、はい、時差ってあるの分かるよね。はい、時差ね、地球あるじゃない、はい、地球って一周したらこれ何度360度。そう、正解360度で、1日は何時間？24時間ということは、360度を24で割ると、まあ15度で経度か1時間ずれるんだよ。なるほど。で、地球を、まあ、スイカだと思ってくださいと。で、日本から180度行ったところで12時間の時差ってさあどこですかというのってイメージできる？実際僕は今回、出張で行ってきたのがドイツに行きました。でちょっとサマータイムやってるんで若干微妙なんだけど、イギリスのさ、グリニッジ天文台っていうのが基本的に世界の標準時って言われてるでしょ、はい、でそこから日本の、まあ、ちょっとサマータイム置いといて、日本の、標準時の場所はどこだか知ってる？日本の標準時と呼ばれているところに、グリニッジ天文台というのはイギリスの、そこが起点。そこから日本は日本の中で決めてるわけ。兵庫県に明石ってところがあるんだけど、はい、そこに明石のそういうちゃんと標準時っていうのがあるんですよ。そことイギリスの、グリニッジと何時間違うかというと9時間違うんですよ。9時間ってことは12時間までは違わないんだわ。だからヨーロッパに行こうと思うと大体、まあ、ドイツで8時間な、はい、もうちょっと東にあるから。で、モスクワで6時間、だからモスクワと、どこだ、イギリスのロンドンの時差は3時間っていうようになると、西に行くとどういうことになると思う？西に行くと例えばさ、9時間遅れますと、はい、飛行機に9時間乗ってましたと仮に、そしたらどういう現象になると思う？出た時間に同じ時間に着くわけよ。わあ、すごいですね。わかる？はい、もう陽子ちゃんにはわかりやすく説明をするのが一番いいかなと思って。でも実際はロンドンまで行こうと思うと直行便でも12時間ぐらいかかるから9時間では着かないんだけど、そうするとどうなるかというと、成田から例えば出ました、ロンドン着きました、12時に出ましたと、午後のね。で実際着いたら15時なわけよ。3時間しか経たないからさ、はい、ね、だとするじゃない。でも実際体内時計はどうなってると思う？体内時計どうなるかというと眠いってわけになるわけ。ね、もうだってさ、夜の12時じゃない、着いた時点で眠くなるわけ。でもそこから何が起きるかというと3時じゃない、夕飯食べましょうになるわけよ。あ、そうするともう夜中の3時ぐらいに夕飯食べてるわけ。もうだから眠いわけ、だんだん眠くなってきて、でもそこで、うとうとしていると、そこであと寝ちゃうとまた早く起きちゃうというか、要するにそんな時差ってそういうことなわけ。そうですよね。それをね、ずっとね、私は何が言いたいかというと、こう西の方にって行くやつを毎回これ繰り返して3回やったわけだから。だってヨーロッパ大陸からアメリカ大陸から最後日本大陸、そうなるとね、毎回眠いんだね。だからね、着いた時が辛いですね。だから飛行機の中でいかに調整して寝とくかって話になるんだけど、まあ、これはエコノミーで言ってるから、いつもなかなかそう簡単には寝れないんだけど、でもそれを分かった上で行動することで あるんだけど、これがまたね、人間難しいのは、ね、お腹の中の便通の催す時間っていうのが正直だから。いきなり日本の朝時間に毎回出てる私からすると、向こう行ったら夜中に出てあれみたいな。なるほど。これがね、何日かやっぱ調整かかるわけっていうのがね、もう慣れてきたんだけど、全然慣れてんだけど、これが今度東回り行くと今度違う話になるんで、またこれは次回、ね、大変ですね。ちょっと時差でちょっと話盛り上がっちゃったんだけど、はい、本題いきましょうか。はい、はい、それでは今日の番組始まりです。
コーナ ー。それではリスナー様からの質問に答えるコーナーです。早速今日の質問をご紹介いたします。海外不動産ビジネスを学びたいのですがどうしたらいいですかという質問です。私は沖縄に住んでいますが市川さんのポッドキャストをいつも楽しく聞いています。私は国内不動産の売買仲介の経験がありますが海外不動産ビジネスを学びたいと思っています。しかしどこから始めて何を目指してよいかがよくわかりません。そのあたりのことを教えてくださいとのことです。はい、来ましたね。これ最近ねやっぱりいいことだと思うんだけども、僕は海外不動産の仕事に従事して、まあ、丸5年ぐらいになります。最初の頃は日本の不動産やってる人はね海外不動産のことなんて全然興味もなかったし、まあ必要がなかったっていう感じかな。日本のちょうどねやっぱりそのリーマンショックの後日本のアパートとか売れまくってたから全然その海外のことなんかやる必要もなかった。でも今ここに来て日本の不動産が売れにくくなった、アパートとかね、だからもうこれちょっと日本にいてもしょうがないなと、海外に行きたいなという人が増えてきたので、はい、まあ僕からするとこの業界のパイオニアの私からすると結構嬉しいことかなという気がします。でも実際ね、じゃあこの方が、海外不動産ビジネスを始めるって言っても一般的にはですよ、一般的にはどっかの国を決めてそこの国に行って、でそこで、1年2年修行して賃貸付けとかの業務をやって、このぐらいで賃貸がつくんだなってことが分かった上で売買の仲介をやるっていうのが一般的だから、国を決めて覚悟を持ってやる。でもそれは基本的に日本人相手にやるっていうよりもローカルな人向けの商売をするっていうことをやらない限り、はい、2年3年経つとね変わっちゃうんだよね状況が。その日本人から見るとなんていうのかな、外国人を相手にする商売とローカルの人を相手にする商売ってのはそもそも不動産の場合は全然違ってて、僕の場合は あくまでも日本人投資家の方に今現在どこかまだ投資に適してる国とか都市があるでしょうと、これだけ世界回ってれば分かるでしょう、でそれをちゃんと紹介して、それをあなるほどと、じゃあ見に行きましょうか買いましょうかみたいな話の、まあ、間に取ってやってると、こういう人は珍しいんですよ。で本当僕はでも別にそれが正しいことだと思ってるし、お客さんからしてみるとすごいいいサービスだと思ってるんでやってますけど、これをやるためには何が必要かというと知らなきゃいけないわけよ、いろんな国を。そうですよね。そうだからいろんな国に行くわけです私で、行くということはお金もかかるし、でも行くことで分かることものすごくあって、でここまで、ね、いろんな国に行ってくるとその状況も分かるし、そうしてくるとまあ、一つの仕事にはなる。でだから僕は今5年ぐらいかけてやってきてるですね。で仕事の仕方っていうのは一つのものに何か特化しようと思って、これ勉強もそうなんだよね、誰でも彼でも1万時間真剣にやれば、まあ、上達するというかプロフェッショナルな1万時間かかる。1日10時間やったら、それ10時間やったら1万時間ってのは何日ですかと、大体3年、まあ、ほらでしょ。だから3年間1日10時間、まあ、土日も入ると4年ぐらいなんだろうけど休む、それを真剣にやったらプロになるんです。なるほど。大体だってど素人から始めても3年間真剣にやればだいたいプロフェッショナルになるっていうことを考えた時に、この難しいのは旬の時期を去った場所でやってると逆風には勝てないんです、不動産って。そうなんですね。そうなの。我慢しなきゃいけない時期がまた来るわけ、まあ、また待ってればね、循環してればそれはそれですごくチャンスが来るんだけども、やっぱり待てなかったりするし、今はそんな時代でもなくなってきたんで、だけど3年間はやっぱりね同じことやり続けるべきなんですよ。でそれを何をテーマに絞るかって言ったら、別に、まあ、僕なんかはいろんな国を見るっていう意味の3年間にして、まあ、それが5年になるとね、もう人より圧倒的有利になる。ただ記憶力があれどこだったっけなって言ってる人だと難しいかもしれない、いろんな国に行こうと思うんで、ね、そうなんですね。それをこの国に行ったことがあたかもその時に画像が
思い浮かぶ人だったらできる、私はできるんですよ、それが。だって思い浮かぶから喋れるんだもん、まあそうですよね、原稿ないし。でこれは不動産特有の実は能力は、まあ、記憶力ですよ、あと想像力、イマジネーション、要するにイメージしたものを伝えられるかどうか、だっていない、持ってこれないんだもんっていうのが不動産ビジネスの基本なんで、はい、そういうことをやるためにまず国を決めるのか、国を決めずに何かやるのかっていうことを決めていけばいい。エリアをある程度決めて、そこの中で柔軟性を持ってやればいい。で僕はでも実は日本人にとってみて、マーケット的にはブルーオーシャンと呼ばれる、あんまり人が出てないのはヨーロッパですよ。ヨーロッパ本当に行かないもんね。そうなんです、ね、だから僕やってるんですよ、ドイツとか。だってなんでやんないんだろうと思う。でも行けば分かることいっぱい。でもアメリカの方が優しい、分かりやすく言うと。だからアメリカ行くんだね。だからそれはそれでいいんだけど、どこを何を目指すかによっては全然やりようありますよ。例えばヨーロッパ の地中海物件だけを扱うみたいにやれば、それだけでもだってこの人、その人がちゃんとした人だってあればよ、結構ビジネスになりますよね、とかいうふうに思うんで、まあ、ビジネスの仕方なんていうものは、ね、いろいろあるけど、海外不動産ビジネスってことを考えたときには、埋没しないように。だハワイはね、僕は今あえてまだ考えてる途中なんだけど、いっぱい人がいるの で日本語通じる人いっぱいいるから、ちょっと差別化難しくなるよね。そう、ただちゃんとやるということが結構大事かな。そうじゃない人が結構いるらしいというふうに、ね、聞いているので、ハワイはね、僕はあんまりまだあんまり突っ込んでないんだけど、これからは絶対突っ込みます。だって永遠 のマーケットというか、マーケットニーズがあるから、日本人にとってみればね。だからぜひちょっとハワイもやっていきますけど、まあ、そんな風に人がいないとこ行くのか、行きながらそこで差別化するのか、どっちかかなっていう気がしますよね。はい、はい、ありがとうございました。吉川亮子の市川さんに聞いてみました。聞いてみました。さて今回からちょっと趣向を変えまして、市川さんの訪問した海外の国についていろいろ聞いちゃおうと思いました。そうなんですか。はい、はい、まず市川さんは海外に頻繁に出張されていますが、はい、これまで何カ国に訪問されたんでしょうかね。26、うん、これもね50ぐらいにしたいと思ってますけどね。すごいですね、50と都市で言うと71ぐらいになったかな、うん、これでもね同じところも結構行ってるんですよ。あ、そうなんですね。だからね、そのまずね、一番理想的な半年に1回ぐらい行くとすごくその分かる違いが。でも物理的にその半年に1回行ってる都市もあるよ。でも行って行けないところもあるので、せめて2年ぐらいに1回は行っておきたいなって感じはするかな。そうなんですね、と思いますけどね。このコーナーでは市川さんが訪問した国都市の中で、不動産とあまり関係のない点を聞くということと、日本と比較して異文化を感じる点を聞くということを中心に話していただけたらなと思っていまして、はい、まず最初はモンゴルについてお伺いしたいと思いますが、これね、モンゴルってね、だいたいどこにあるか分かる？だいたいどこにあるか、だいたいどこにあるか、どこの国が接してるか分かる？モンゴル、海がないんだよ、海は、はい、ないんだよ。北は、モンゴルという国の北はロシア、南は中国に挟まれた、はい、なんですね。で西の方に行くアジアの大陸の方にあって、ロシアと中国に挟まれた場所で、まあイメージ遊牧民とかねいるようなイメージ、日本はほらお相撲さんがいっぱい来てる、そうです、ね、日本人にものすごく見た目似てるわけ。似てますよね。似てる似てる。だからモンゴル系の人なんかいっぱいいるし、まあ、筋肉は流々な人が多いかもしれないけどね。あ、でもそうなんですね、うん、でもね、肉食べてるものがやっぱりに日本人よりも肉が多いかな。だから強い人は多いね。でももともとソ連が崩壊するまではソ連の属国だったんですよ。だから社会主義でもあったし、今は違うけどね。だから結構経済も停滞してたんで、ここに来て一気にいろんなものが開発されたりしてるんで、モンゴルって結構まだまだこれからの国っていう感じなんだけどね。でもすごくね、気象条件が過酷だね。内陸ってやっぱりさ、冬寒くて夏暑いじゃない、はい、でウランバートルっていうのはモンゴルの人なんだけど、
7月の最高気温が30度ぐらいはいくわけで、1月2月の最低気温がどのくらいいくと思う？結構下がるんですか、うん、何度ぐらいになると思う？マイナス15度とか。マイナス40度。40度いくのってことはプラスマイナス70度いくの。すっごいよ。もうバナナで釘が打てます状態に、冷凍庫、冷蔵庫の中の冷凍庫って何度だか知ってる設定？マイナス18度なんだあれ。え、じゃあそれよりも凍りますよね。冷凍庫にいるようなもん。だもちろんそんな時に人は外歩いてないよ。車乗ったりさ、移動するとかね、もちろん一瞬外出たりするけど、はい、っていうような過酷な条件の中で、まあ、ちょっといろいろね、モンゴルの人はまだまだ住宅事情があまり良くないので、まあ、苦労されてるなっていう感じはするなっていうんで、まあ、そのあたりはね、またちょっとこれ長くなっちゃうんで、はい、うん、とりあえずそうですね、っていうのでいくとね、でも日本に帰ってきた感もすごく感じるというか、まあ、日本人に似てますよ。日本人よりも でも若干なんかね、肩幅が広いとか、筋肉隆々とか、男も女も、あ、身長は1センチぐらいしか変わんないみたいね。そうなんですね。そう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 、だから、まあ、だからお相撲さんも筋肉隆々の人多いじゃない、あんまりそんなにデブってなくてね。そうですね、だからやっぱり、まあ、モンゴル相撲とかね、いろんなものをやってたりするしね、というのがもうとりあえずのモンゴルの話かな、はい、うん、はい、市川さんありがとうございました、はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。